ああ、来ましたね。お疲れとは思いますが、じき記憶の開封になりますので、呼びつけてしまいました。うん。うむ。実に緊迫した空気。小生もさすがに黙っておる。ところでレオ会長、朝食はまだですかな？すまんな。俺がもっと早くジナコ・カリギリを捕捉していればよかったのだが。それは兄さんの責任ではありません。元はといえば、ジナコさんを一人にしてしまった僕の責任です。叱責や追及は僕が受けるもの。兄さんはよくやってくれました。そうだな。そう言ってもらえると、こちらもいろいろ助かる。ちょっと、大丈夫なのシンジ。顔色と髪、草みたいに真っ青よ。まさか吐かないでしょうね。うるさいな。髪が青いのは生まれつきだよ。僕は怖がってなんかない。お前たちに先を越されるのは嫌なだけだ。いいから、さっさと済ませろよな。膝が震えているぞ、シンジ。強がりは余計に恐れを生む。これ、小生のように泰然と構えるがよい。何言ってんだよ。あんたは体全体で震えてるじゃんか。超振動ピストンかっていうの。いいな、これは無茶ぶりである。ところでレオ会長、朝食はヤムチャというのはいかがですかな？記憶キューブの解放準備、整いました。キアラさん、万が一に備えてのメンタルケア、よろしくお願いします。承知いたしております。暗号化された記憶の解放は容易でしょう。問題があるとしたら、その後。皆さんがこの旧校舎で培われた、束の間の思い出と、取り戻された記憶。その双方が、うまく融和しない不具合。深刻なコンフリクトを起こす事態になりましたら、それは実に厄介と申せますので、そのために、私は控えております。なるほど。最悪二つの表層人格が現れる事態もあるのですね。どうってことないわ。誰だって多かれ少なかれ性格の裏表はあるものだし。自分は自分よ。どっちだって飲み込んでやるわ。では、オペレーションを開始します。皆さん、できるだけ心を落ち着けて、抵抗はしないでください。大丈夫ですか？持ちこたえてください。そのバカ笑いをやめろ！ごったに宗教家は黙ってろよ！無理もないわ。僕の記憶の最終更新は5回戦の決戦後で停止しています。皆さんもその認識でよろしいですか？私もそんな感じよ。決戦前か決戦後かはまだ曖昧だけど。私も同様です。3回戦の記憶が曖昧ですが、部分部分ははっきりと確認できます。ですが、確認できるのは自分のレコードだけです。誰が誰と戦ったのかまでは思い出せません。そのようですね。自分が誰と戦い、誰を破ってきたかしか思い出せない。兄さんはどうですか？僕と足並みは一緒だったはずですが。俺も5回戦までの記憶しかない。対戦相手は。そうですか。その結果は。悪いが、覚えていないな。お前はどうだ？参りましたね。封印されていた記憶には BB の秘密なり弱点が隠されていると推測しましたが、これはただ単に僕たちの関係を円満に進めるための配慮だったようです。表の聖杯戦争では誰と誰が戦っていたのか、確かにそんな記憶があったら僕らは協力し合ってはいなかった。いえ、殺し合いすら始めていたかもしれない。記憶が取り上げられていたのはこの旧校舎の平和を保つためだった。そういうことですか、レオ。意図は分かりませんが、そう捉えるべきでしょう。それとも他に何か思い出した人はいますか？ BB の秘密や都合の悪い事実に思い当たる人がいたら挙手してください。なんとなく分かってはいたんだよ。記憶なんて取り戻したってしょうがないって、そんなもの忘れていた方が幸せだって。ああ、もう余計なことしやがって。どうするんだよ、こんなの。どうすればいいんだよ。何を思い出したかだって。そんなの決まってるだろ。6回、5回戦まで僕が勝ち残った勇士だよ。クソクソ。いいよ、いいから放っておいてくれ。こんなはずじゃないんだ。僕はこんなはずじゃないんだから。でも、なんか引っかかるのよね。私の対戦相手、3回戦と次の6回戦、2通りあったような。2通り？一度に2人と戦ったということですか？そうじゃなくて、2つのパターンがあった気がするのよ。例えば、次の対戦相手は。ミス遠坂、記憶のデフラグがつかないようでしたら、さくらに見てもらっては。お構いなく、お気遣いどうも。お互いの経過を逐一突き合わせて、荒探ししている時間もなさそうだし。何か都合の悪いことでも？すみません。睨まないでください。気になっているのは、ジナコさんですね。私、ジナコのことを全く記憶していなかった。3人のレコードは思い出せないにしても、校舎で誰とすれ違ったかはきっちり思い出せる。なのに、ジナコとは一度も会っていないのよ。他のメンツは？聖杯戦争でジナコを見たことある人いる？まあ、挙動不審の塊だからね、あの子。結局、本人から聞き出さないとか。結論の出ない議論は、スイーツですか？当然スイーツに決まってますよね。もちろんスイーツに決まってますよね。その調子です。ナイスランチ、ナイスシュガー、ナイスカラメリック。甘くてほろ苦いモラトリアムを永遠に満喫してください。 BB チャンネル始まりです。モニターの前の皆さん、こんばんは。ムーンセルで浮くまナンバーワンの愉快コンテンツ BB チャンネルの時間です。司会はおなじみ小悪魔 BB ちゃん。視聴者はワンカップの水たまりでお遊戯に夢中なメダカな皆さんです。そろそろこの番組構成マンネリですか？でも相変わらず番組中の発言権は先輩だけです。なのでいい加減暴れても無駄だって分かってくださいね。そこの、残念系ワカメとかもう言い飽きましたから、虫は虫でも同類な餌になるしかない最底辺の虫キャラワカメさん。ひしひし感じるグランパ目線。先輩のそんな分け知り顔なんて見たくありません。もっともっと泣き出しそうな、マジでマジ泣き5秒前の、絶望チックなポロッポロ笑顔がお似合いですよ。まあそんな、ザサイクルも本日限りで打ち止めです。お次は出口無用攻略不能、行列のできる人気迷宮ですから。というわけで、今回の BB チャンネル、噂の迷宮のボス、最近話題のセンチネルさんの正体にズバリ迫ります。わあ、誰なんでしょう。全然わかりません。先輩の知ってる人かもですし、予想だにしない人かも。発売日も延期したことだし、まさか、コストムシムシ驚愕の新キャラ。ステマオツ。ジーナコさんはバトル側の人間じゃないんで、それだけ釘刺しに来たっす。ボスとか攻略とか、関係ないっす。センチネルはジーナコさんでした。さすが平常運転のやる気ゼロ。ちなみに、スラッシュはパイスラッシュのスラッシュです。好きでパイスラッシュはやってるわけじゃないっす。ああ、でも絶壁無双のラニさんならアイスカッチャーですね。私はこれで十分っすね、BB さん。今後は一切ノーコメントっす。こんな無理ゲー、関わっちゃダメっす。ハマってちゃんはスルーが大原則っす。はい、お疲れ様。自分でスカウトしておいでなんですが、ぶっちゃけジナコさんには期待していません。隠れスペックだけアピールとかもそろそろうっとうしいですし、攻略不可能対象とか分かりやすくしてほしいのです。ですが、彼女の護衛だけは正真正銘超級のサーバント。エビでメガロドンを釣るとはこのこと。同じ菌でもどこかの金ピカさんと違って働き者と来ていますし、ちなこさんにはもったいないサーバントと評判です。ああ、でも彼女のウエハーなプライドのためにフォローすると、実際ウォールの素材としては最高ですよ。バキバキに屈折していますからね、ちなこさん。それに比べたら BB ちゃんのレーザーよりも一本道のどこまでもまっすぐな構成命題さに感謝してください。ん？構成命題とか言っちゃいました、私。そっか、話し合いもありですよね。どうしましょうか、先輩。うまくすれば取引とかできちゃいますよ。勝者は見抜いていると。壁は被りにくい身勝手な独占だ。いくら公正な奉還を装ったところ、貴様には治安などさらさらないことになる。ましてや正義な目くらましの還元手札を尽くしたところ、先にあるのは燃え落ちる破滅のみ。火薬に満ちているのだ、火薬に。しつけのなっていないサーバントです。そんなに BB チャンネルの営業を妨害するなら、次は1対1の BB の部屋でお待ちしていますからね、先輩。どうい何考えてんのよ。ストップ。勝者よ、難儀やな。そこのお客様、新商品入荷のお知らせですよ。今回はサーバント用の衣装を入荷してみました。細かい小物では私も張り合いがないのでね。さくら君に無理を言って厳重に保管されていたレースを仕入れたのだよ。画面には映らなかったが、アクションムービー並みの活躍をしてきた。この値段には私の労働費と治療費も含まれている。いい商品というものは必要経費がかかるものだ。毎度ごひでは、購入した服はマイルームのクローゼットへ転送しておこう。好きな時に使うがいい。たまに発送が遅れるが、その時は涙を流しながら耐えるという。このざま。いや、規定外の労働はしないだけだが何か。宅配サービスの苦情など、当店は一切お断りしております。さて、この迷宮の仕掛けはどんなものか。伝達します。容赦はいらないわ。奏者よ、退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやろう。共に勝利を占領するぞ。そこを動くな。まだまだ。肩慣らしにもならなかったな。世の剣技、まだまだこんなものではないぞ。あれ、お宝は？何もないじゃない。どう見ても早くよな。良い声で泣かせるやろう。天幕よ、落ちよ、ロサイクトゥス。にもならなかったな。世の剣技、まだまだこんなものではないぞ。どう見ても早くよな。うむ、ヌプティアへの鐘を鳴らせ。急須が痛いではないか。悪くはなかったな。また一歩前進だな。うむ、戦利が増えるのは良い。もっと積み上げる。良い声で泣かせてやろう。共に勝利を。そこを動くな。そこを動くな。悪くはなかったな。もっと良い役者はいないのか。どう見ても早くよな。うむ、当然のように勝つがよい。世の独壇場だな。今一度の祝福を。そなたはもっと、いや、うまい。天下と散れ、ノスタリンクトゥヌプティアへの鐘を鳴らせ。うむ、次、少しはマシになったな、マスター。退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやろう。はじめず聖女の傷よ。傷だな。改めるがよい。肩慣らしにもならなかったな。また一歩前進だな。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやろう。うむ、泣かせよ。そこを動くな。うむ、次は励むがよい。世の剣技、まだまだこんなものではないぞ。どう見ても早くよな。良い声で泣かせてやろう。可憐、世の独壇場だな。うむ、世のマスターはセラフ一体なってね。うむ、早速使うとしよう。無駄遣いもまたよし。これはなんと退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやろう。うん、天幕よ、落ちよ、ノーサイクトゥ。うむ、世のマスターはセラフ一体な。世の剣技、まだまだこんなもっとうまい嘘なかったのかしらね。騙す意味もないって言う。宝はあるだけ欲しくなるのに。根こそぎ持っていくぞ、そうしゃよ。うむ、早速使うとしよう。無駄遣いもまたよし。退屈な演目になりそうだが、うむ、任せる。根こそぎ持っていくぞ、そうしゃよ。どう見ても早くよな。独壇場だな。奏者よ、指示を。華麗にくれよ。よう、マーヌ。計らえ、こんなものだ。悪くはなかったな。こうしてそなたと戦えること、それだけで世は嬉しい。ただの独壇場だな。世のマスターはセラフ1だな。我らが前に敵はなしだ。まさにオンステージよな。うむ、当然のように勝つがよい。と切れ、ロサいくつ？どこだ？ヌプティアへの鐘を鳴らせ。その調子だ。息を乱すな。共に勝利を。鈍いな。世の権威、まだまだこんなものではないぞ。奏者よ、指示を。うむ、当然のように勝つがよい。華麗に決めよう。そこを動くな。今日はつまらぬ。天幕よ、落ちよ、ローサイクス。世の独壇場だな。悪くはなかったな。また一歩前進だな。宝はあるだけ欲しい。どこまで嘘を重ねる気だ、ジナコ。今日は小賢しいのは好かぬ。感謝を。退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやろう。共に勝利を。こんなものか。もっと良い役者はいないのか。の先に BB の反応があります。え、嘘？ええ、嘘です。ちょっと便乗しました。この高い情は良い声で泣かせてやろう。うむ、ヌプティアへの鐘を鳴らせ。褒めても良いのだぞ。奏者よ、指示を。始めるぞ。世も一つ力を取り戻した。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやろう。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。返上するぞ。鈍いな。その調子だ。息を乱すな。始めるぞ。ロサイクス。鈍いな。悪くはなかったな。剣の研ぎには役に立ったか。期待しないな、マスター。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。こんなものから食べるがよい。とどめといこう。痛いではないか。肩慣らしにもならなかったな。こうしてそなたと戦えること。それだけでいい。奏者よ、指示を。うん、まかそんなものじゃないではないか。悪くはなかったな。剣の研ぎには役に立ったか。良い声で泣かせてやる。始める。剣幕よ、落ちよ、ローサイクス。にもならなかったな。我らが前に敵はなしだ。まさにオンステージよな。勘違いっす。実は僕はジナコの双子の妹のジェネコさんっす。ジナコがいつもお世話になってるっす。なるほど、人違いか。うむ、信じるぞ。ならば仕方あるまい。妹だろうが姉だろうがいとこだろうが世は構わぬ。同じ顔に責任を取らせるまでだ。全然信じてないっすね。仕方ないっすわ。実際これ全部無理やり言わされてて、自分もいい迷惑で。そうっす。りなこさんは見えざる神の手に操られてるっす。僕は利用されているだけっす。さあ、確かにあの看板はりなこさんプロデュースっすけど、それが迷惑になるなんて全然想定外で。ほんのちょっとした手違いで、これっぽっちの悪意もないっす。分かってくれたっすか？ほんと、お門違いっすよ。だからその物騒なサーバントとか引っ込めるっす。無理っす。敗北。それは自滅を意味するっす。ギブアップしたらそこでゲーム終了っす。この僕はジナコの中でも一番の人気者。比較的社交性に満ちたジナコさんなのです。つまり、この先に控えるジナコワズはどいつもこいつも恥ずかしさの決心。なんとしても僕で食い止めたいのです。そもそもジナコさん SG とか全然見当もつかないっす。なんかそれ、からいっすか？知らないものは渡せないっすね。それは虫が良すぎるというものだろう。カルナさん、出てきてくれなんて頼んでないっしょ。それも本心とは乖離した言葉だぞ、主。彼らも相応の危険と残された時間という対価を支払い迷宮に挑んだ。帰れと言われてただで帰る道理はないだろう。すまないな。不甲斐なき我が主人に代わってこれの不覚と不利を詫びよう。この迷宮もまた空爆なばかりで、本質はジナコ仮切りの汚部屋と大差はない。壮大な無駄と皮下脂肪のもとに成り立っている。探し物を見つけるには、洗い物の山から未着用の下着を引きずり出すに匹敵する恐るべき難行になるだろう。同情しよう。さっきから言いたい放題っすね。あんたはどっちの味方っすか？肉体的にはお前の味方だ。精神的には味方と言って欲しかったっす。だから、マハーバラタだかヨガカレーだか知らないけど、マイナーな英霊なりに私の役に立ってみせてよ。仰せとあらば答えよ。ただでは帰れぬ客人だ。せめて俺の槍を味わっていけ。来るぞマスター。最大限の警戒を。退屈な演目になりそうだが。くだらない宿業だ。命を懸けるほどのもの。うむ、当然のように勝つがよい。ミキヌプティアへのやるな。真の英雄は目で程度があろう。良きに計らえ。そう動くな。自動武道 MOD。 真の英雄は目でこんなものか。そう動くな。天幕よ落ちよの退屈。圧倒的、ひたすら圧倒的。この強さ、カルナさんはもはやランサーなんて地味なクラスじゃないっす。目からビームも出すし、そう、僕のサーバントは特別性、ビームの英霊、ランチャーっす。何？ランチャーだと？また特殊クラスの登場か。仕方あるまい。これも特殊な性癖の主を持った俺の運命。今後はランチャーで構わない。そしてこの物分かりの良さ、しかもとどめは刺さないもったいぶりとか、強女のゆとりってやつっすね。手心を加えたつもりはない。もとより一息で打ち取っていい相手ではあるまい。相手の力量のほどを主人に見せた上で、再度判断を仰ぐべきと結論したまで。これだけ余裕ぶってニコリともしないって何なの？心がたわしでできてるの？とにかく勝ったには違いないっしょ。なんだ強いじゃないの、私のサーバント。強いじゃないカルナ。これなら私、自分にご褒美してもいいね。とっときのジャージンプリンだよね。構わないが、水槽のマナティーがアザラシになったところで BB は気にすまい。それより先ほどから随分と字が露出してきたようだが、それはいいのか、我が主人。頭脳ワーキングっすよ。カルナさんはパシリっす。ムーンセルといえど、いやだからこそ、思考には多大なカロリーを費やすんす。言わせんな恥ずかしい。元から筋肉で思考してるガトーのおっさんならどうか知らないっすけど。そりゃ、おっさんどこ行った？じゃあ負けを認める？そっか。だったら最初から、こんな凝った準備する必要なんかなかった。もっとシンプルでよかった。中ボスも小ボスも限界まで経験値稼ぎしてからアタックとか、つい作業プレイにはまっちゃう。私の悪い癖だ。お粗末な嘘で悪かったね。強い人にはどうせわからない。そんなものでも、私には必要だったんだ。私もあなたも傷つかないで済む嘘なら、それでいいでしょう。違うっつーの！何それ。大切なものを持っている私が。バカじゃないの？これだからが緊張。うっとうしくて青臭いんだ。何も分かってない。何も苦しんでいない。大切なものを守れたらなと。そんなの恵まれた勝ち組の余裕発言だっての。嘘つくしかない。生かされた嘘そのものが大切な自分になっちゃう人間だっているんだ。私には大切なものなんてない。私には誇れる自分なんてない。私はもう嘘つきなんだから。次のフロアの軌道を確認しました。まだやはり隠された SG があるようです。戻って、休息が必要よ。ところでレオ、ガトーはどこに行ったの？もしかして戻ってきてる？彼でしたら同じ層にいますよ。帰還の術も尽きたまま。どうやら看板のメッセージにことごとく引っかかってはハマりを繰り返すうちに、だいぶ出遅れたようですね。はあ？付き合いがいいっていうか、疑うこと知らないっていうか。兄さん、花壇に水をやるついでで良いので、ガトー団長に迷宮クリアの情報と、帰還用のクリスタルを届けてもらえますか？了解した。校庭の整備のついでにだな。いや。そのまま忘れてしまいそうだ。今から向かおう。まったく次から次へと BB も新たな手を考えるものだ。その発想力だけは認めよう。だが要はいい加減飽きた。どうせ秘密を知るなら、そなたの秘密を知りたい。何かあるであろう？例えば、そうだな。よと、りんとらに、それとさくら。この中で誰が一番そなたの好みだ？もちろん、性的な意味で、だ。愛とか恋とかはさておき、ただ単純に肉としての意味合いだ。これならそなたも答えやすかろう。うむ、そうであろう、そうであろう。やはりそなたは見る目があるな。よほどの美少女を前にして自制するのもつらかろう。そなたは日々その苦行に耐えているのだな。ならばたまにはその褒美をもらいや与えるのが皇帝たる世の務め。遠慮するでないぞ。では褒美を取らす。世のここで甘えるがよい。どうしたのだ。もしや世の膝枕では不服なのか。そなたの頭は意外に小さいのだな。つむじもよく見える。連日の戦いだ。たまにはこういった安らぎも悪くはないであろう。レオ。本気で言ってるのかしら。失策でした。呆れた。奏者よ、何この階層。本当にただのさらち。いえ、中央にサーバントの反応です。宝はあるだけ欲しくなるのに。根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。宝はあるだけ欲しくなるのに。根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。早速使うとしよう。無駄遣いもまたよしだ。宝はあるだけ欲しくなるのに。根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。そうか、仕方あるまい。そういうことだ。仕方がありませんね、ミス・カリギリ。ほっといてほしいっす。しなこさんは迷宮の床に転職するっす。もうどうでもいい。何も考えたくないよ。ここまで引っ張り回しておいて、なんと弱気な。これは説教が必要だな。奏者よ。意味わかんない。なんなの。ずいぶんなお友達を呼んでくれたわね。エネミーハンドが大量に。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやる。共に喧嘩と散れ、ロサリクス。鈍いな。肩ならしにもならなかったな。世の権威、まだまだこんなものではないぞ。奏者よ、指示を。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。本物の鍵ではないか。変化とキレノサイクトゥ。 敵はなしだ。まさにオンステージよな。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやろう。うむ、任せて。 ヌプティアへの鐘を鳴らせ。次は影だよ。工夫に欠けた演目だったな。うむ、任せろ。 退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやる。共に天幕よ、落ちよ、ノサイクトゥ。 独壇場だな。音鳴らしにもならなかったな。少しはマシになったな、マスター。どう見ても早くよな。 良い声で泣かせてやろう。うむ、正義の嘆きよ。鈍いな。叩き切る。とどめといこう。肩慣らしにもならなかったな。 こうしてそなたと戦えること、それだけで世は嬉しい。良い声で泣かせてやろう。うむ、世の独壇場だな。肩鳴らしにもならなかったな。 剣技、まだまだこんなものではないぞ。退屈な演目になりそうだが、良い声で泣かせてやろう。華麗に決めよう。 きれいノサイクトゥ。その調子だ。息を乱すな。うむ、任せよ。ま、悪くはなかったな。うむ、もっと褒めても良いのだぞ。奏者よ。そうか。残念だ。残念だ。残念だ。奏者よ、指示を。良い声で泣かせてやろう。共に天幕よ、落ちよ、ロータイクトゥヌプティアへの鐘を鳴らせ。敵はなしだ。まさにオンステージよな。奏者よ。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。奏者よ。なんと者よ。指示を。良い声で泣かせてやろう。うむ、見事にではないか。こんなもの変容するぞ。鈍いな。うむ、次は励むだよ。剣の研ぎには役に立ったか。またこんな奥まで来て、リソースがいくらあっても足りないじゃないですか。保護者っすか？ストーカーっすか？君は、ジナコの何なんですか？友達？友達。違うっす。君にとってジナコは、これ以上なく袋小路で、デッドかつエンドなターミネーターなんです。いいっすよ。100歩譲って友達だったとして。でも、友達ってなんすか？あなたを見守ってる人が必ずいるとか、ありがたいお言葉くれるっすよね。親切人。見守ってどうするんすか？それって余裕ある人の娯楽っすよ。自分は自分しか見守れないっす。ジナコさんはとっくに家族もいないっす。作る気もないっす。だってそんなのマジオカルトだし。知ってる？本当の友達って、自分より不幸な人のことを言うんだってば。そうなりたいんすか？だったらずっとずっと一緒にこの迷宮にいてほしいっす。それで対等っす。でもそれってできない相談。外目指してるんでしたっけ？無理だから。私もそう考えてた時期がありました。ああ、そういう不幸ポジションでは、シンジ君さんとか結構友達が溢れてるっすよね。でも決して、超キラキラ級サーバントのカルナさんとかは友達に含みません。おかしいって最初から絶対！もう、何度も言わせんな！構わないでくれっす！ちなこさんにだって友達はいるっす！この世のどこかにも。私はまだ、本気出してないだけっす。もう、来世から、頑張るから。処置なしだな。頭痛がしてきたぞ。これはもはや、カルナを招いて面倒を見させてはどうか。ヨガ取って返し、誘導してもよいが。いや。まったく。世話好きよな。そなたならばそういう顔をすると思っていた。それがさ、それが上から目線だってのがわかんないかな？わかんないんだよね！だって強いから！はいはい、一人じゃないっす。みんな仲良くね。やめてよ。マジでさ。私ここで寝たいんだから。どうせ遺体なんだから。死にたいなんだもの。何も感じないんだから。だから。SG の摘出を確認したわ。名称は、一人ぼっちというところかしらね。ああ、これって本体が BB に怒られるのかな。それも変な話だ。ひとまずはグッジョブ。また一歩外に近づいたっす。外に出ても、友達がいても、行き着くところは同じっすよ。次こそ、それを思い知らせてやるっす。逆襲っす。よろしいですか？感謝を。光！消えた。